公共事業労務費調査オンラインシステム操作説明動画6調査対象企業元請企業向け編を開始しますこの動画では調査対象企業元請企業様での必要な操作について説明しています初めて操作を行う場合はあらかじめ 発注期間より受領したオンラインでの調査案内で通知されている工事ファイル ID とパスワードが必要になります。お手元にご準備ください。調査書類の提出時には表示している書類の提出が必要となります。事前に PDF 化してパソコン内に保存しておいてください。各ファイル名の頭に書類の番号をつけることで登録時のミスを防げます。 この動画で説明する内容は1ログイン方法と画面遷移の基本操作2自身の対象工事情報を登録・確認する3調査書類を提出する4コメント履歴を確認する5審査状況を確認する6調査進捗状況を確認するです システムへのログインを行いますウェブブラウザから指定の URL を入力してログイン画面を起動してくださいログイン画面が表示されたらお知らせの内容を確認しログイン ID とパスワードを入力してログインボタンを選択してください初めてご利用になる場合はオンライン調査案内で通知された工事ファイル ID パスワードをご準備の上「企業アカウントの発行」をクリックしてログイン ID を発行してくださいログインに10回失敗するとロック状態となり操作ができなくなりますロック状態となった場合ヘルプデスクにロックの解除を依頼してください画面遷移の基本操作について説明します 画面左上の国土交通省のアイコンをクリックするとメニュー画面に戻ります画面上部に現在表示している画面の階層を表示しリンクをクリックすると該当画面に移動しますデータ入力中の画面から遷移する場合入力中のデータが消失する場合があります必ずデータの保存等の作業を実施の上遷移の操作を行ってください 初めてご利用される場合はアカウントの発行を行いますログイン画面から企業アカウント発行を選択し調査対象企業アカウント発行画面で各項目を入力しますアカウント発行ボタンを選択します確認メッセージで「はい」を選択すると確認メールが送信されます ログインした人が最初に行う、自身の対象工事情報を確認する操作について説明します。メニュー画面から、対象工事追加をクリックします。対象工事追加画面が表示されます。表示された対象工事一覧から、自身の対象工事情報を確認します。 一覧から工事名を確認します。工事名の追加、編集、登録がない場合はメニューへ戻るを選択します複数の工事を担当される場合のみ対象工事追加を行いますメニューから対象工事追加を選択します。対象工事の追加とは、 複数の公共事業労務費調査、オンライン調査のご案内を受領した場合に、1つのアカウントで、すべての調査票を提出できる機能です。対象工事の追加について説明します。対象工事追加画面で、工事ファイル ID、工事ファイルパスワードを入力し、元請け、下請けの別を選択します。 入力が完了したら「追加」を選択して対象工事を登録します対象企業名簿の登録を行います対象工事から下向き三角印をクリックして対象の工事を選択します対象企業名簿タブをクリックして対象のファイルを選択します 正しい企業名簿のファイルであることを確認してください対象企業名簿を登録するを選択して登録を行います対象企業名簿に登録するメールアドレスは各企業のログイン ID となります各企業の担当者のメールアドレスを正しく登録してください登録した 対象企業名簿の内容が表示されます。対象企業名簿タブをクリックすると、対象企業名簿を表示します。下段には、登録された企業の一覧が表示されますので、登録内容が正しいか確認してください。対象企業名簿を編集するを選択し、対象企業名簿のエクセルファイルをアップロードすると、 システムに登録された対象企業名簿を更新すす。ることができますただし調査書類提出済みの企業については更新されません削除したい項目の「削除ボタンクリック」にて削除確認のポップアップが表示されます OK ボタンをクリックすると選択項目の情報が削除されます 施工体系図の登録を行います。対象工事から、下向き三角印をクリックして、対象の工事を選択します。施工体系図タブをクリックして、対象のファイルを選択します。正しい施工体系図のファイルであることを確認してください。施工体系図を登録するを選択して、登録を行います。 登録すす。るファイルは、Excel Word PDF、形式となります登録した施工体系図を修正する場合は施工体系図を修正して再度登録してください対象企業名簿に掲載した企業のメールアドレス宛てに後日オンライン調査案内書がメール送信されます登録した 施工体系図の内容が表示されます。ファイル名をクリックすると、施工体系図が表示されます。次に、調査書類の提出方法について説明します。メニュー画面から、調査書類提出を選択します。調査書類の提出方法を選択します。 Excel の調査票を提出する方は Excel 版調査票を選択してくださいシステムの画面から直接調査票を入力する方は Web 版調査票作成を選択してください Excel 版の調査票は国土交通省のホームページからダウンロードできます適宜公共事業労務費調査の手引きをご確認いただき作成してください 調査対象労働者を雇用していない場合は、調査票の提出は必要ありません。対象の調査票を選択してアップロードします。対象工事から、下向き三角印をクリックして、対象の工事を選択します。次に、ファイルの選択をクリックして、対象のファイルを選択します。 ファイル名を確認して調査票をアップロードするを選択すると Excel 版の調査票をアップロードします。提出する調査票の内容に不備がある場合はエラーメッセージが表示されることがあります。エラーメッセージに従い調査票を修正してください。e x c e 版調査表を登録した場合は。 登録した情報が初期表示されます。以降は調査票の内容の編集が可能です。ウェブ版調査票を作成する場合は、画面の各項目を入力してください。9月または10月の調査票を選択し、必須項目を入力してください。調査対象月、賃金計算期間 上期,期間の賃金支払日は必須項目となります。賃金計算期間を入力する際は表示されている日付をクリックすると前後3か月分のカレンダーが表示されますカレンダーから計算期間の開始と終了日をクリックして選択してください9月。 10月調査票より公共事業労務費調査基本情報公共事業労務費調査調査票が表示されます調査票の様式1から様式3の内容を入力します9月または10月の調査票を選択し必要項目を入力します様式1は賃金調査票です様式1の位は 補足調査表です。様式2は各種手当内訳表です。様式3は労働日数・臨時の給与の年経表となります。各様式のエリアを追加する場合は行追加を選択します。各様式のエリアを削除する場合は行削除を選択します。行削除は次ページで説明します。 各様式エリアの指定しした行を削除します。Excel の調査表を、様式1から3と同様のレイアウトで画面に表示しています。横スクロールを行いながら表示させてください。行の削除を行う場合は、削除したい行番号を選択すると、選択行が青色に反転しますので、行削除ボタンを選択します。 履歴が残りませんが、本当に削除してよろしいですかのポップアップ画面が表示されます。OK ボタンを選択すると、選択した調査対象労働者の情報が削除されます。ファイルの選択で確認資料を選択します。ファイルの追加がある場合は、追加ボタンを選択します。 入力内容を確認・提出するを選択します。管理番号が表示されます。調査書類提出時に、画面に表示されるメッセージについて説明します。黄色の欄は、警告メッセージとなります。内容を確認してください。赤で表示された内容は、エラーメッセージとなります。 修正が必須ですので、表示された内容を確認してください。それぞれのメッセージをクリックすると、該当する箇所に移動します。審査者が審査の過程において疑問等が生じた場合に、記入した確認や修正依頼のコメントを確認できます。内容を確認の上、対応してください。 メニュー画面から、コメント履歴一覧を選択します。コメント履歴一覧画面が表示されます。コメントを確認します。管理番号のリンクをクリックすると、基本情報を表示します。確認済みにチェックがされたコメントは、審査者側が確認完了したものです。 調査票にコメントを入力しますコメント入力画面は、調査票内の任意の場所をダブルクリックします構成機関、調査委託会社からの調査対象企業に対するコメントに対し、回答を入力することができますコメント欄の赤は、修正が必要なもの、黄色は質問、緑は確認済みを意味します 調査票コメント入力の詳細についいてて説明しています。調査書類に対する審査からの確認や修正依頼等のコメントへの回答を記入します登録ボタンを選択すると確認メッセージが表示されコメントを登録します審査者が回答内容の確認が完了している場合は確認済み欄にチェックが入っています 提出した調査査書類の審査状況が確認できます。メニューより調査書類確認画面を表示し最下段にある「審査状況を確認する」ボタンを選択します「確認が終了したら閉じる」を選択します元請け企業の方は下請け企業の調査進捗状況を確認できます 調査状況を確認しますメニューから調査進捗状況を選択します対象工事を選択して進捗状況詳細で選択した内容の進捗状況を表示します元請け企業の方はこの情報をもとに下請け企業の調査票等提出状況を確認し調査票等の提出期限を遵守するよう管理してください 以上で公共事業労務費調査オンラインシステム操作説明動画6調査対象企業元請け企業向け編は終了となります。